夢の中 Golden Rice 星光る To the Wallace 目の前には Golden Rice 引き寄せてる骨のボイス。皆様、こんにちは、翔です。今日はね、真実を話そうと思います。まあ、今までね、ずっとこの件は俺の中でもいろいろ考えてたんだけど、話してこなかったんだけど、やっぱそれだけ俺もね、本当に大事に考えてることだし、本気でやっぱりやってることだから、今日はね、重大発表ということで、しっかりね、真実を、はい、話していきたいと思います。ということで、ちょっと待ってね、準備するんでね、このままちょっと待って、ね、今日俺が話したいことは重大発表なんですけど、今日ね、今11月11日、で11月11日っていうのは俺が記念すべき日でもあって、昔俺が渋谷でリバティっていうイベントを主催した日でもあるんですよね。はい。で今日なんと今10時、みんな見てる時間は10時だと思うんですけど、11月11日10時、はい、フォーカス、ショー、ヤクブー、ツーはやめろ、ワンマンライブ、なんと E プラスにて本日よりチケットが発売開始しました。みんなも一緒に、聞こえるよ聞こえるよ、ありがとう、たくさんの拍手聞こえます。はい、三郷市文化会館大ホールで2021年4月10日はい、ワンマンライブをします。で、この件に対していろんなね、いろんな皆さんの憶測とかいろんなこと考えてたと思うんですよ。で、なんでかというと、今年の2020年6月の6日に、まあ、本来であればワンマンライブをやる予定で、まあ、2020年のね、もう、まあ、2019年の後半からね、僕の方はいろいろ準備をしてきてて、まあ、場所を抑えたりとか、E プラスなんかもね、これも僕自身がね、その問い合わせをして、こうチケットどうやったら販売できるのかとか、いろいろね、検索しながら、ゼロからね、いろいろやって準備をしてきて、で、そのためのポスターを作ったりとか、そのためのね、例えば関係者用のね、こう招待券のいろいろ作ったんですけど、もう全てね、そういうのもね、ポスターなんかも自費で作ってたけど、それも全て、ね、無駄になったりとか、もちろんね、プレゼントで、渡したりとか、ネットショップでね、特別価格で、ね、プライスで販売もしたりしてるんですけど、でもこれ本当に言うならば、やりたかったんですよね。本当に今年の2020年の6月6日にやりたかったんですけど、でもなんかそのオリンピックイヤーに合わせたんですよ、ずっと。で、今日だから真実話しますけど、なんだけど、あ、こんにちは、ありがとう、ありがとう、オリンピック以外にね、どうしてもこう合わせたかったんですけど、でもオリンピックが東京2020だけど2021年にやることになったじゃないですか。はい、はい、で、これは俺にとっても何かの 縁だなと思って、オリンピックが来年になるって聞いた瞬間に、俺もこれは何かのメッセージだなと思って、延期にはしたくなかったっす。でも中止にする必要はないなと思ったんですよね。例えばだけど、埼玉スーパーアリーナとか東京武道館だったら、もう1年先も2年先ももう埋まってたりするんですよ、もう全て。だから、じゃあそう簡単に振り替え公演しますとかってできないんですよね、うん、だから中止にせざるを得ないアーティストなんかもたくさんいて、でそんな中でね、本当に僕はそういうアーティストも本当にそういうのを見てきてて、まあ、
僕も本当悔しかったんですけど、でも俺はやっぱりこうどうせあのもしね振り替公演できるチャンスがあるんであればと思って速攻ね問い合わせをして三郷市文化会館に、そしたらやっぱり予約ですごいもうみんな振り替公演とかで埋まってたんですけど、なんと、はい、4月10日土曜日この日が1日だけ空いてたんですよ。でこれは行くと思ってで振り替公演にして、でこれは本当にでも日頃から応援してくれてるみんなのおかげもあって多分この日が空いてたんだと思うんです。はい、だ本当にあのもうラッキーパーソンです。で今日ねあのこの動画の下の概要欄からチケットこの E プラスの、購入先の概要欄はあの貼ってきます。そこからね URL クリックしてもらえばチケット購入できるようになってます。ただ何度も言いますけど振り替公演なんで2020年6月6日に本来ならやる予定だったんですけど、そのチケットをねもう前日からとか何日も前から楽しみにして SS 席を、ね、購入いただいた方がいるんですよね。で SS 席は本当発売してすぐ、ね、完売になったりもしてて、で、振り替公演するって言ってもチケットを、ね、手放さないでそのまま大事に持ってくれてる人たちがいるんですよね。でそのチケットはそのまま2021年の4月10日に使えます。はい、でなんだろうな、もちろんねあのチケットをね払い戻しした方もいるんですけど、ほとんどねあの払い戻しする人がなくて、いや来年俺は行くこのチケット持って行くよっていうね、そういう熱い人がすごい多くてもうめちゃめちゃ感謝なんですよね。本当にありがとうございます。ということなんで、あの2020年6月6日にチケット購入いただいてまだ持ってる人はそのままチケット、使えますんで、4月10日2021年4月10日で、あとはねここ数日間はねあの E プラスのチケットの登録をやっててすごい時間かかったんですけど、なんでかっていうと今はもう 50% なんで入場制限っていうかかってて、なんであのプロ野球なんかで一部でね 80% じゃ あのお客さんを動員するとかっていうのもやってたりするんですけど、まあ、一応あの 50% ってことでチケットなんかも例えば、じゃあ例えば9列目の1番から47番まで48番8席までだったら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていくのは本来なんですけど、1、3、5、7、9、11、13、15、17、それを一個一個手動でやっていくんで、もうあの三郷市文化会館キャパがね1289席あるんですよ。だってそれを一個一個しかも一回立ち上げて一個一個こう手で E プラスの手動をやっていったらもうねあの何十時間やったか分かんないです。だけど自分でやってよかったっす。それも一人一人の気持ちを考えながら、その来年の4月10日の来てくれるそんな中でも来てくれるお客さんの気持ちを考えながら、その135でそのじゃあ9列目終わったら47まで終わったら、そしたら次10列目の次は偶数ですよね、2、4、6、8、10、12、14、16って一個一個手動で、しかも一個一個10列目の10列目の2の2でまた登録終わったらまた戻ってってまた10って登録し直して4のもう全部そんなことずーっとやってたんですよ。でも無事登録終えました。そしてあの今日ね無事ねあのはい本日 E プラスよりチケットあの販売開始しました。だけど、まあ、チケットに関しては本当にもう半分の席しかないので、あのただそれで僕は当日会場にもしね来れない人にとってもまあ、スペシャルなね僕の中 の, あの今企画で動いてる部分もあるんで、それはそれでね楽しみにしておいてください。でも俺が言いたいのはやっぱりねあのもう喋りすぎてちょっと口がパサパサになって、でも何分だった喋って、8分5分、あそうですね、いいですね、もう9分、はい、一緒に喋りますよ、喋らせてください、もちろんあのでも俺はやっぱり生で見てもらいたいし、今やっぱりこうだいぶ去年はもう本当みんなコロナに怯えてたと思うんですよ。だけど今も危険ですよ、コロナは増えてるし危険だけど、みんな分かってたと思うんですよ、みんなコロナでも死なない人は死なない、インフルエンザにかかっても死なない人は死なない、でもじゃあ風邪でも死ぬ人は死ぬんですよ、インフルエンザにかかって亡くなってしまう人は亡くなってるんですよ、コロナにかかって亡くなってしまう亡くなってしまう、要するに全てリスクがあるんですよ物事っていうのは。はい、そうなんですね。だからで本当にそのコロナだから危険とかインフルエンザだから危険とかもうっていうかもうすでに世の中危険だらけなんですよ。はい、
危険だらけなんです。だからあのリスクはどんなことでもある。ただそれをいかにその最小限に抑えるかってことでやっぱ席を空けたりとか、あのそういう配慮はね僕のワンマンライブもしたいと思います。はい、ということで本当にねやっぱ生でしかねやっぱ感じてもらえない部分もたくさんありますんで、あのでやっぱなんでこれあとワンマンライブやろうかなと思ったかというと、やっぱ普段いろんなところでクラブに呼んでいただいて本当にもう北海道から沖縄までね呼んでいただいてライブさせてもらうんですけど、やっぱりクラブのあの運営もあったりとかしてて、やっぱりそのみんなねお酒飲みに来てみんなダンスしたい場所なんで、やっぱライブをね一人が1時間とか2時間とかやったらね、あのさすがにそれは雰囲気もね崩れちゃうかなって部分もあって、やっぱ普段のクラブだと大体7曲5曲とか7曲ぐらいなんで、まあそういう意味でもなんか普段そういう地方のライブとか行ってて、いやショーの曲もっと十何曲聴きたいとか、あの5曲じゃ少ないもっと聴きたいとか、そういう声がすごい多いんで、じゃああの4月ね10日にね、はい、あのこの日はねみんなね開けといてもらって三郷市文化会館に来てもらって、そしてね僕の曲をねもう本当に1時間以上ねもういろんな曲歌いますんでね、あの聴いてもらえればねと思ってます。本当楽しめる、楽しめる内容とかどうかわかんねえけど、とりあえず俺が一番楽しもうと思ってる。やっぱりその、俺が一番楽しもうと思ってる。でそれが絶対みんなにも伝わると思うんで、でこの日がねまた伝説の、 あの1ページのスタートなんで、ぜひねみんな伝説を見に来てください。ってことでね、あの詳しいチケットの概要、詳細はね概要欄に載せてますんで、はい、伝説を目撃しに来てください。なんか車の中で話したいんだけど、もう暑くなって全部外で話しちゃったね。そうですね、もう結構冷えてて、もうちょっと待ってね、あのもうこんなダウンとかって感じなんですよ。こんなダウンとかって感じなんだけど、もうねこんなねロンティね、ロンティ姿でも全然あったかいもん、超ホット、そういうことです。ってことでね、あの皆様今日はね、あの、まあ、ずっとねこれ言いたくて言えなかったんです、いろんなことがあって。でも、まあ、自分のね思ってる今日は真実の気持ちをしっかり皆様に、はい、まあね、こんな形でね、はい、こんな形でね真実をね話させていただきました。まあ、今日の動画ね、あの皆さん大拡散しておいてください。でたくさんのコメントと、あとはそうですね、あの、まあ、最後に残したい言葉はね、フォーカス。あ、これプレゼントしますよ。どうぞ。あ、これあの、どうしたのこれ。はい、プレゼントします。こちらです。いいっす。プレゼントです。あと、ありがとうございました。いい匂い作りましょう。じゃあ今日この辺でね、失礼するね。お疲れ様です。ありがとうね。とんでもないです。気をつけて。ありがとう。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る、俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。